俳優座劇場劇団俳優座は、東京都港区六本木四丁目にある劇団である。文学座、劇団民営と並び、日本を代表する新劇団の一つ。1944年2月に、青山杉作、小沢栄太郎、岸照子、千田恒也、東野栄二郎、東山千恵子ら10人によって設立された。映画放送部は後に、 佐藤正幸を代表とする株式会社仕事として分離独立した。TBS で放送された水戸黄門大岡越前では、それぞれ長らく協力俳優座とクレジットされるとともに、両シリーズ終了まで多くの主要キャストが俳優座から抜擢された。かつては映画会社所属の俳優も委託指導した。 東映が1950年代から1960年代にかけて東映ニューフェイスで採用した新人俳優を6ヶ月育成してもらっていたのは俳優座の大借金を佐藤正幸が東映の幹部岡田茂を通じて肩代わりしてもらい俳優座の危機を東映が救っていたから断れない立場であったからである1五十三年には俳優座演劇部研究所が 菊池博士賞を受賞。ほかほかほか元、俳優座座院ほか研究所、養成所出身ほか俳優座で演技の稽古を受けた俳優ほか、ありがとうございます。